セーフエリアに入ります。ニューヨークで襲撃があって、ディビジョンから応援要請が届いてる。私は今から向かうつもり。一緒に来て。エージェント、ケンリー台のモバイル SHD サーバーの位置は不明のままだ。手が空いたらトーレスのところに行って調査を再開してくれ。ニューヨークに向かうぞ。役所でディビジョンに多数の死傷者が発生。こちらを狙った襲撃のようね。アイザックが未知の生体化合物を特定したわ。急速に広がってる。危険よ。見たことのないタイプだわ。ニューヨークから東海岸のエージェントに応援要請があった。救助に当たる。まずはフェイラウに接触を。カーディネルワンだ。着陸許可を要請。カーディナルワンから基地へ着陸許可を要請。エージェントラウン、着陸するわ。聞こえる？ラウン、聞こえてるの？くそ、着陸しないと。こちらケルソ。見てきて、上を目指すわよ。
にいる負傷者を確保して至急応援を送る。屋根を伝って登れるはずよ。行くわよ。汚染エリアに入りました。まずいアイザックの測定器が跳ね上がった。建物の中に入って生存者を探して。あそこまで降りましょう。早く。ラウ、リアクションについた。生存者も一緒。兵軍から医療班が行く。彼らが着く前に安全を確保して。まずい、地下からライカーズが来てる。エージェント、みんなを逃がすから援護して。俺をつけて引きずるし、あとちょっと死ぬってドラゴフも言ってたぞ。マスクしてろ。こちらラウカ、地下に監視システムがある。そこからテープを回収して、攻撃の首謀者が誰かを割り出さないと。稼働中サーバーを検知。ダウンロード中。顔認識の情報を分析中。分析完了。ハビエル・カジカ、ジェームズ・ドラゴフ、テオ・パーネル、ビビアン・コンリー。ステータス、ローグ。
析完了。アーロン・キーナ、ステータス、ローム。コニーアイランドの件以来、キーナーが何らかのウイルスを扱ってるのは知ってたけど、こんなに早く兵器化するなんて、見通しが甘かった。ラウ、医療班が到着して生存者を救出してる。ヘイブンのコミュニティに来て、座標を送る。話すことがたくさんある。生存者を救出、市役所は確保した。公園の合流後、ヘイブンに向かう。敵よ、上で手を貸して。一人やった。無事で何より。ラオがヘイブンの座標を送ってくれた。行くわよ。
思議ね。全てが始まった場所にいるなんて頭の中では想像してたけど、最悪の事態が重なってこうなったと思いがちだけど、知れば知るほどどこででも起こり得たことだとわかる。アマーストがたまたまニューヨークを選んだだけ。ひるむはずよ。クリーナーズの悪行は耳にしてる。この町を救うには汚染した可能性のあるものを焼き尽くすしかないと信じてるみたい。アウトブレイク前は普通の市民だったの。至急ヘイブンに向かって。責任者のポール・ローズは私たちが来ることを関心してないから覚悟しよう。
がれ。ローズには話がある。エージェントにはうんざり。関わるとろくなことにならない。下がって。入れてやれ。ローズが話を聞きたがってる。わかった。ローアーマンハットでも彼らはディビジョンに好意的じゃない。だからキーナー追跡で力を借りるには説得がいる。ローズのオフィスに来て。いろいろあって私は彼に嫌われてるけど、ここを使わせてもらえるか頼んでみましょう。先に行ってて、私は生存者を見てくる。